はい、どうぞ。ローバー君でーす。ちょっと見えてないな、懐かしい。はい、てなわけで、はい、ちょっと、ま、前に試合があるよ。はい、試合があるよ。1月14日ですね。はい、サイトピア、はい、あのサガンピアじゃありません、サイトピアね、はい、でありますんでね。ロバ耳が出るわけじゃないんですよ。ロバ耳じゃないよ。今日俺がやりたかっただけ。プロレスラーで、あのローバ耳が分かる人は、まあ40代後半から50代ぐらいじゃないと、あの分かんないね。まあ調べてみてください。はい、まあいや別にローバ耳の話しに来たんじゃねえや。そうです。はい、しかも、試合をやります。はい、で俺タイトルマッチでございます。はい。はい、皆さんぜひぜひ。顔が見えてないです、多分。見てねー。今回はどなたと、とやられるんですか、ね、このイケメン君、はい、神崎勇樹選手。めっちゃ男前です。みんな神崎選手応援します。いやいやいや、新旧イケメン対決。そうですよ、一応これ王者ですから、はい、タイトルマッチ、タイトルマッチです。そうだよね、はい、やばい、そうです、ね、やばい、今世紀最大の神崎さん、すごい戦いに覚悟しろよ神崎。これ選挙だったら負けますね。いや、僕を嫌いになってもAKB の言葉とか言わないか。はい、そういうわけでまたね、はい、ぜひ見に来てください。観戦希望の方はですね、はい、パラエストの中川の方へぜひご連絡ください。小川さんの、小川さんの、はい、俺の SNS 系ね。はい、うん、であとね、こちらがほら、これは来週です。本当だよ。はい、なんかね、今日ねライトアップされてる。そう、そうなんですね。なんか YouTuber みたいですよ。これあれなんですかね。あ、そうか。入ってます、高くん。はい。フレアイフェスタ。そうですね。木山町。来週の日曜でございます。そうですね。会場はね、木山町の役場の周辺でございます。全部使います。なんかいろいろイベントがあるよ、うん。そうですね。出店からね。はい、うん。で、その中で、あれ、柔術のあれかな。書いてます。ちっちゃくだけど。ちっちゃく？あの、イベントのとこ。イベントのとこ、あ、九州国際、上違った、やないやない、やないこれやないやないやない九州イベントやないやない、こっちこれこれそれそれ、あ、そうですね。今指さした、指さした、あ、違う、九州国際オープン柔術選手権、はい、がありますんでね。それ違う、向こう向こう、もうね、結構ね、これです、これだよ。まあこれはもうね、締め切ったんで、締め切っちゃってるんで、あれもう出場は締め切りだよ。はい、というわけでね、かなりの人数になってしまいました。かなりの人数になったそうだ。はい、今回は誰が勝つのだ。そうですね、というわけで、はい、もちろんひろゆきでしょ。ひろゆきはあの受付にいます。そうですね、僕出てないですね。はい、でまた配信かなんかあるんですか。あります、はい、またあの QR コードで、はい、あのもう、うん、分かって知ってる人は知ってる、バリカタテレビの方で貼ってると思うんで、まま、はい、あのチャンネルはそのまま、はいはい、そういうわけで、はい、また来週の日曜日見てくださいね。はい、お願いします。道場は日曜日お休みです。そうですね、はい、はい、で私は今日ひろゆきさんとあともう一人の方と、はい、まあ、何やかんやでですね、はい、ちょっと大人のテクニックの、ね、大人のテクニック、ローバー耳スペシャルの新しいやつになっちゃう。でも新しいスペシャルもね、新しいスペシャルもね、はい、いろんな入り方を、逃げても逃げても首が絞められるよみたいなね。まあ今日はほぼほぼグラップリングっぽい練習やったんですね。多かったですね、はい、そういうわけで、はい、なんかね、ここにこう実はライブは結構眩しいもんですね。結構眩しい、結構眩しい。そうですね、うん、そういうわけで、はい、来週の、バリカタ TV ガイデンはお休みだよ。はい、うん、そういうわけでまた次の週見てね。ちょっと画角がこうなんかさっきからこうせないかって合わせながら、はい、合わせながらですね。はい、はい、そういうわけで、はい、またバリカタ TV、はい、チャンネル登録よろしく。はい、お願いします。はい、なんか増えてますよ、チャンネル登録。ああ、そうなんですか。はい、やっぱり大会があるとですね。大会がある。一気にまた増えると思います。はい、よろしくお願いします。ううぜひ、はい、みんな登録してくれよな。お願いします。あと、あ、プロレス。これはもう見に来てね。1月なので、はい、まだ14日です。見に来てください。はい、ぜひお願いします。パラエストラから2人出ます。私と新泉が出ます。新泉さんも出ます、はいはい。よろしくお願いします。はい、お願いします。そういうわけで、ローバー耳でした。ピコッ。